皆さんこんにちは。こんにちは。このチャンネルではウェディングのフリーランスに向けて情報を配信してるんですけど、さっきの動画に引き続き菊池さんにまた来てもらって、はい、さっきの動画ではインスタの集客についていろいろ話してもらったと思うんですけど、そもそも6年間でしたっけ、はい、会社員をしてて、うん、はい、どうして独立しようと思ったんですか。そうですね、もともとすごいなんかこうカメラマンイコールフリー、はいはい、独立みたいな、そうですね、そうです、そうです。だからもうそれが何でしょう、まあ、正しいとは言わないですけど、自分の中でそれが正解なんじゃないかっていうのは漠然と思っていて、で実際にその、以前勤めてた会社に入って、はい、まあ、仕事をしていく中でやっぱりこう実際に自分がやっていくと、もっとこうしたいなとか、なんかお客さんの接し方とか、もうちょっと例えば独立すると、うん、自分のこうやりたいようにできるっていう部分がなんか見えてきたというか、そういうのがあって独立したいなと、フリーでやりたいなって思うようになりましたね。決めた、フリーになることを決めたきっかけみたいのもあるんですか。きっかけまではないですけど、まあでもやっぱり年々こうどんどんその気持ちが大きくなっていって、で、まあそろそろだなっていうふうに。先輩とかでこう独立したりとかは。ああ、やっぱりまあそれは、まあ、多少はありましたけど、でもなんか身近な人の中では割と自分がなんか先に独立した方かなっていう感じです。フリーになってなんで良かったことと、はい、なんか大変だったこととかありますか。はいはいはい、そうですね、まあ良かったことっていうのは、本当にフリーになって、じゃあ最初のうち、まあ、下請けだったり、まあ、合計で仕事いただいて撮影してるっていう中でも、フリーだと、まあ、やればやるだけ、その、ギャランティーになる。ギャランティーか。お金と。はい、お金。重要ですかね、重要。っていうのは、やっぱり目に見えて、なんて言うんでしょう。こう、やりがいになるじゃないですか。そうですね。うん。それがやっぱり、社員の時は、それがやっぱり見えづらいっていうのはあるんで、独立して、それがやっぱり、やった分がやりがいになるっていうのは、良かったところ。で、まあ、悪かったところというか大変だったところで言うと、やっぱりその自分のコントロールっていうのをしっかりしていかないと、まあ、もちろん、自分で撮影に行って帰ってきて、じゃあ家で編集をする、データ処理をするっていうのも、やっぱり自分にある程度厳しくというか、しっかり納期を守ってやっていかないといけないっていうのが、まあ、だらけようと思えば、なんかね、楽してっていうのも、上司がいるわけじゃないですね。そうですね。なので、まあその部分をちゃんと気を引き締めて、日々やっていくっていうのが、まあ大変かなって思うんですけど、でも割合的には全然その自分のやりがいの方が強かったというか、独立してよかったなっていうふうには。独立するってなると、自分で全部やらなきゃいけないじゃないですか、はい、とかちょっとみたいに、はい。なんか怖くなかったんですか、収入減っちゃうなとか。めっちゃリアルに見えますけど。そうですよね。そうですよね。で、なんかその部分に関しては、その今のウェディングのカメラマン、フリーのカメラマンっていうのは、まあ、ある意味恵まれてるというか、例えば会社をなんか一から始めるってなったら、それこそ勝手なイメージですけど、銀行からお金を借りて、お金を借りて、初期費用が必要で、で、スタートしなきゃいけない。マイナスからね、スタートしなきゃいけないっていうのはあるんですけど、ウェディングの今のカメラマンの業界というか、働き方としては、やっぱり撮影会社と契約をして、その時点で、ある程度仕事をいただける状況、今日さえ作ってしまえば、まあ、コンスタントに、撮影はしていけるっていうところで、
あのいきなりゼロになるっていうことではないので、うん、なのでその部分では全然怖さとかはなかったですね。はい、で最初の、まあ、そのきっかけというか、ポイントが独立するっていうところだと思うんですけど、はい、その次にあの D2C で集客するっていうことを始めると思うんですけど、うん、はい、フリーランスになってからそのきっかけって何だったんですか？そのきっきっかけとしては、まあ、もともと、その、じゃあ独立イコール B2C でやりたいっていう考えっていうのは、やっぱり頭の中にはあって、で、徐々に移行したいなっていうのも、まあ、あったんですけど、その、やっぱり、なんていうんですか、直接自分で、お客さんを集客していくっていう、部分っていうところ、新郎新婦さんに働きかけるっていうことが何だろ う, こうやり方がまあ分からない、ホームページを出したもの の, 集客できるとは、まあ、思っていないというか、まあそれどうやってやるんだろうなっていうふうに、まあ、もやもやはしてたんですね。で通常のそのやり方があることは知ってたんですか？やり方、やってる人がいるなっていうのは、まあ B2C というその直接お客様にってことですね。そうですね。新郎新婦に直接集客をするっていう、はい、うん、そういうことを知ってるっていうのは知ってたんですけど、はい、実際にじゃあどういうふうにっていうところまでは自分の中では分からず、はい、ただなんかこう前回のそのインスタグラムの話でも少ししたんですけど、はいはいはい、サンプル写真っていうのは作っておこうっていうのはあって、はい、そう、それで少しずつ自分でなんか出せる写真というか、うん、ホームページとかに出せる写真は確保していて、うんうん、で、実際に、まあ、きっかけとしては、まあ、やりたいやりたいっていうのがある中で、そういったフリーランスの、セミナーとか、そういうのに、参加したり、したっていうのがきっかけですかね。はい。さっきの話じゃないんですけど、はい、そのフリーで始めて、はい、フリーで始めるのと、その B2C って直接新郎新婦に、集客して、やり取りをして取るっていうところの、はい、2つの、まあ、良かった点と大変な点ってあります？そうですね、良かった点で言うと、すごく多くて、まあ、一つは、そのお客さんと直接やり取りができるっていうのは、今までは実はなかったので、その撮影の時はもちろん、そうですね。通すから。当日初めまして。あ、そうです、そうです。そういうのが多かったんで、もうほぼほぼそれだったんで、やっぱり、なんかこう、じゃあ写真を納品というか届けたとしても、その反応って分かりづらかったりするんですけど、今だったら事前にじゃあ打ち合わせもしたり、会っていて、で、当日も撮影して、で、終わった後写真届けたら、わーってこう、リアクションが返ってくるっていう。それだけで全然やっぱりやりがいとしてはありますし、そうですね。そうですね。そうですね。っていうのがあって、で、それがなんかこう、フリーで自分で集客してると、すごくこう、積み重なっていく感覚というか、それをすごい、まあ感覚なので、なんか説明は難しいんですけど、なんかすごい、そういう、なんかこう積み重なっていってるなっていうのは一つあります。で、あとは、自分で集客し始めると、なんか自分の写真っていう商品についてすごくこう向き合うようになるというか、目の前のお客さんに答えるだけじゃなくて、これからのそのお客さんに対して自分はこういう写真を撮るとか、自分はこういう商品ですっていうのをすごくこう考えることが必要になってくるので、それはすごくプラスになってて、やってよかったなって思うこと。で、逆に大変なところっていうのは、まあ一つはやっぱりそのフリーになった時と同じように自分で自分の管理をしっかりしていかないといけないっていうところはあるのと、あとは
やっぱりもう守ってくれるものがないので、じゃあさらになくなった。そうですね、そうですね。はい。例えばまああのね、撮影会社から仕事をいただいてた状況で、まあ仮に何か、撮影現場で失敗をしてしまったとしても、撮影会社がまあ形としては守ってくれたりするっていうこともあのあると思うんですけど、フリーランスになって直接集客をすると、まあ、それはなくなるので、自分でしっかりやっていかなきゃいけない、まあリスクヘッジもしながら、進めていかなきゃいけないっていうのがまあ大変なところですよね。それを意識しながらやっていかなきゃいけないっていうのが大変なところだと思います。はい。さっきの話にちょっと戻っちゃうんですけど、良、はい、かった点のところで、はい、まあ、2つ挙げていただいたと思うんですけど、はい、その他にもやっぱり報酬の部分って、はいはい、すごい気になるんですけど、重要な部分が抜けてましたね。気になるんですけど、そうですね、はい、どんな風に変わったんですか。ああ、そうですね、まあ言ってしまうと、はい、じゃあ、当時あの僕下請けとして、掛け持ちもしてたんですね、撮影会社の。何社か提携してたんで。あ、そうです、そうです、そうです。で、撮影が、結婚式、挙式披露宴1本、3万円のところもあれば、2万円のところもあって、で、そこから、撮影の依頼を受けて、まあ、毎週土日1件ずつ、まあ、撮影をしていたっていうところが、まあ、当時、フリーランス成り立ての頃で、はい、で、今現状でいくと、商品的には、データのみでのお渡しが、はい、10万円。はい、で、アルバム作って、15万8千円、はい、うん、消費税は別ですけど、はい、っていう風にしてるので、はい、まあそれでなんとなく想像していただけたら、件数自体は減ったりはしてないんですか。あ、件数自体はやっぱり減ってます。撮影してる件数、単純な件数で言うと減ってます。それはやっぱり件数は下がったけど、はい、売り上げ、まあ、そうですね。うん、そうですね。利益そうですね。はい。はい。ただ、まあ、やっぱり、その、なんて言うんでしょう。自分でじゃあ、撮影して10万円っていう金額ありますけど、やっぱりそこには自分で集客している、その、なんていう、時間もありますし、ね、日々やっぱり考えて、自分の商品とはっていうのをやっぱりこう考えて、こう、世に出していかなきゃいけないっていうのはあるので、まあ、それがね、そもそも全部まるっとっていう感覚ではないですね、やっぱり。はい。はい。フリーの時って、菊池さんってどのぐらい入ってたんですか、はい、件数的には。あ、件数的には、下請けでお仕事いただいてた時には、多い時で、はい、月31日中29日撮影してましたね。休みないじゃないですか。そうです、そうです、そうです。そう。今の生活のリズムとしてはどんな感じなんですか。今、菊池さんの1週間みたいな感じ。はい、週間、まあ、もちろんいろいろあると思うんで、ざっくり、あ、そうですね、ざっくりでいいんですけど。ざっくりでいくと、まずまあ土日に、まあ2件撮影が、いただいてることもあれば、1件の時もある、はい。まあもちろん時期によっては土日両方撮影がないっていうタイミングもあるんですけど、まあ土日に撮影があって、で、平日に関しては、あとは1日2つ、まあ最大ね3日間ぐらいは、今でも、下請けの仕事で、フォトウェディングとか、そういうお仕事はしたりもします。はい。で、他にも自分で集客している前撮りだったりとか、まあたまに全然違う、なんて言うんでしょう、商品の撮影、医療品とかの商品の撮影だったりとかっていうのもたまにあるんですけど、で、それがまあ大体週に、まあ全部合わせてもまあ3日ぐらいかなっていうところで、で、あとは、集客をするために時間を使ってるっていうようなまあイメージですかね。はい。うん、結構じゃあフルフルで働いてるんですか、週7とか。ああ、そうですね。結局、まあ楽ではないですよね。はい、はいはい、楽。フリーだからね、
自分で詰め込もうと思ったら詰め込めるし、ね、休もうと思ったら休めるってことですね。そうですね、そうですね。そこの多分なんていうか塩梅はその人自身の多分ね働き方次第だと思うので、そこはまあ自由だと思うんですけど、あとまあ自分で入れてるんで、なんていうんですか、そのやらされ感がない。ああ、そうですね、そうですね。ああ、起きなきゃみたいなのはやっぱないんで。そうです、そうです。なので、まあ、その部分は全然ストレスないですよね。前のめりに仕事ができてるっていう、うん。そうですね、はい。そうですね。だから、なんかこう、やっぱりフリーになるとか、その独立して何かをやるっていうのは、結局は自分の、こう、やりたい働き方みたいな、なんか生き方って言ったら大げさですけど、はいはいはい、そういうのを、なんか自分のベストなものを探していくっていうのが重要なんじゃないかなというところで。はい、そうですね。はい、いいですね。そうですね。はい、じゃあそしたら今回はこんな、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。